ほんまかよ。じゃあちょっと今日はぬめもんちょっとテンション上げてもらうためにさ、ぬめもん喋りたいことを喋ってよ。ぬめもんでなんかしてあげよう。うん。今日は玉さんのギフト。いいか。それテンション上がるのマジで。小学生もやってよ。クレクレキッド。ニンテンドースイッチって人間。一人歩き。いやいやいや、マジかお前。じゃあ俺が元気ないこのマッチで少しでも笑ったら。笑ったら？お前にギフトをしよう。でもこのサンスプラウト、花ちゃんバッグを差し上げよう。あ、花ちゃんバッグも持ってます。なんだと？じゃあ一人歩きで。じゃあコラプテッドボディであげましょう。あ、このアイテムショップの全部あげましょう。これさ、こしましょう。笑ったらですか？うん、笑ったら。お俺がヌメモンの話で、まあヌメモンが出したお題で笑ったらにしよう。TS が話して笑ってもいいし、うん、中木が話して笑ってもいいし。じゃあ、トマさんとにかく笑えばいいんですか？うん。下ネタ連呼しとけば、トマさん対戦よろしくお願いします。喋んねえ。喋って、お願い。お願い、マジ、本当に。もうかかってんだ、気取り歩きが。かかってんだよ。はい、彼氏彼氏彼氏、呼びます？じゃあ、彼氏呼んでよ。呼んでこいよ。寝てます、寝てます。寝てるのか。いやー、はい、マジか。セイが触んねえわ。いやー、チャンスあったのにな。大丈夫？やべえ、こいつ、はい、笑いました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと起きる？君起きてみる？ちょっとお前名前言っていいの？ダメだわ、普通にアウトだったわ。名前言っちゃダメだろお前、うん、アウトだわ、ごめん。今めっちゃキレてたからね。やり直すか。ちょっと来て、まあ、玉さんの妻は浅いから俺らで行こう、うん、いやそれ厳しい、それ難しい。俺ツイッター緑するわ。お前もツボ浅い。俺浅いとかじゃ意味わかんない。そういつも俺のお前の笑うところがわからん。なんで俺を笑うの？結局の彼氏はどうなったの？彼氏はうんお前最低だな。さんはなんだお前喋る。へえ、玉さんとお話しない？ちょっと最近のヌメモンの愚痴を彼氏に言ってほしいなと思って。 TS をね笑ったら私ね、なんとか気取りみたいな妹もらえるんだよ。ちょっと命かけてるからさ、なんか最近の私の愚痴ない？ない？ある？寝てますね。ねえ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 、お願い、彼氏を起こそうとしていいのか。自分の金のためにそうやって、なんかあなたがやりたいならそれでいいんですけど、まあ俺が笑うかどうかっていうのはまあ、なるほど。それからもうマネージャーとなんか彼氏になんかいろんなことしかし別れちゃったしね、一人は。え、そうなの？ええ、あの、借りだった時の。あー、えか。ちょっと作戦変更しますわ。彼氏は出演 OK なの、動画に。声ぐらいだったらいいと思いますよね。いいと思いますよ。それお前の価値観だろ。出てたじゃん、この前。あ、でもそれマイクの遠くからだからね。え、違う、遠くじゃなくない？普通になんか。遠くだったよ、ざけんじゃねえ。お前は誰なんだよ。お前が彼氏か。なんか笑わせてもらっていいっすか？いやー、マジか。下ネタしかない。お前、中学生かよ。俺が下ネタっていう程度な。そう、そうなんですよ。下ネタ程度ね、笑う子じゃないので。じゃあなんか学生時代のエピソードトークないの？笑うかわかんないからめっちゃハードル高くなっちゃうんですけど、まあ私ですね、中学3年生の体育祭がありましてですね、体育祭で足を痛めててですね、出れなかったんですよ、体育祭。足をね。なんですけど、ムカデ競争みたいな、なるじゃないですか。あの縄がうちのクラスだけ隠蔽されたんですよ、どっかに。縄が？まあ隠されたんですよ、別のクラスに。やば、何それ。みんな競技出てるから、まあ探せないんですよ。競技ギリギリで、もう縄がねえっつって、やばい、しかおらんみたいな。しか探せる人おらんってなって、で私が校舎中走り回って縄を探したっていう話なんですけど、後々あれ走ってたくねってなってめっちゃ怒られたっていう。いや普通にかわいそうな話やん。これで俺が笑うと思ってんの？あめ2回目やそれ聞いたの。ちなみに半分くらいしかやってない。じゃあ下ネタいっちゃいますか？知らねえよ、そんなの。何を考えんだ。人に聞いてどうすんだよ。笑わせる本人に聞いてどうすんだよ。いや、もう申し訳ないです。なんだよ、今日の夢も。なんか自信なさげだしさ。これ会社の社長と社長と何？社畜。あ、お前何言ってんだよ。お前が一番よくわかんねえよ。今日ヌメも本当にどうしたんだろうね。やっぱお耳がいないと。確かにお耳がいないと元気ない。それでプリキュア。お耳とそんなゲームやってないのに。オフじゃ全然食わしないんでしょ。なんでお耳とゲームやんないの。お耳忙しいから弱いからね。誘えないっすね、無理に。お耳とこの前電話しましたよ。なんか1時間ぐらい。何で？今後のことについて。なんか怖いんだけど。二人で抜けて情報全部流そうぜっていう。そう、マイナスの方にしか考えられないの。やばいよ。
俺も来たんだよね。お耳から？何？12時27分に、ヘイ高木って起きてるって来てて、うん、寝てたんすよ、うん。で、それで寝てるって返信したら、既読スルーされてます、今。なんだ、謎すぎる。お耳なんか悩んでんのかな？TS さん？あ、TS さんが持ってってくれ。からの、おぉ！もう一丁！結構かっこいいぞ。もう一丁？なるほど、ありがとうございました。え、分かったかもしれないです、トモさん。コメ欄荒れたから私、守りに入ってたかもしれないです。あー、なんだっけ、何で荒れたんだっけ。分かんないんだよ、その調子乗ってるか。あ、そうそう、ヌメモン調子乗ってるで。気にすんなよ。だって、クソエクランの動画って、荒れるとしても、その動画でしか荒れないから。俺は昔に何回も荒れすぎて、生放送とか行って、うん、コメントして、それでコメ欄見てたら、大体10件に1個は TS 嫌いっていうのがある。いや、ありますよ、よろしくお願いします。でも、ハリケンの放送とかも見てると、なんかそういうのをマジ見る。何なんだろうね、あの TS 嫌い勢力。これめっちゃ面白いのに。じゃあ、わかった。じゃあツイートで今から TS の嫌いなとこを教えてくださいっていうツイートするから、それでちょっと TS が自分をちょっと一回見つめ直すっていうのは。じゃあ見つめ直して、俺がヌメモンみたいに喋んなくなってもいいよと。はい、わかりました。まあ、そんなにメンタル弱いのか。俺一言も喋んなくない。はい、はい、はい、一言も喋んなくない。やってください。はい、こっちはやってくださいよ。いや、それいいと思うんだけどな。みんなからの策略なんだ。いいよしよ。早くツイートしてくださいよ。俺はこんなところにいちゃいけない存在なんだ。早くツイートしなさいよ。でもさ、ヌメも気にすんだよ、そんなの。いや、気にしてないって思ったけど、潜在的には守りに入っちゃってると。守りに入ってます。バレろー！まず視聴者に一言。いえ、お前らなんか。ね。おぉあー、やばいやばい。それは言い過ぎだなぁ。ここまでやれとは。過去汗。汗ヌメモはもう素人ではないからさ、クソエクランに所属してるでマネージャー、はい、言ってやってくださいよ。あなたたちには分からないでしょうね、私がどれだけクソエクランのことを思っていっぱいいっぱい悩んで悩んで、オルミのお世話もして、オルミのお世話もしようし、オルミのお世話もしたくねえけどしたと。はいはい、ボロが出たな。そんなこと言ってねえだろって。ちょっと黙っとけお前は。ボロが出たなってめえ、おい、だけじゃん。あ、もうじゃあ喋りません。オルミのお世話そらにいいのか。おめえがコロンってやってるだけだろ。だから言ってんじゃん、おめえのお世話もしてって言ってんじゃん、お前。一回頑張れよ。それでよ、なんか俺たちが頑張れよ。その調子でいけ。ふざけんじゃねえよ。黙っとけ、コノヤ。え、何なんだよ、さっきからよ。コノヤ、あれコノヤがなんか攻められてる。なんかさ、ヒコヒーやばいよな、あたり。どうなの、そうなの、コノヤ。コノヤ。なんか俺泣きたくなってきたんやけど。いや、ちょっと待って、ちょっとお前、あのネタだって、コノヤ、コノヤ、ガチ泣き、コノヤ、あれ強いとかじゃなくて、全部ネタだからさ、それもネタだよ、お前、コノヤ、なんで泣くんだよ、どんだけ好きなんだよ、ヌメモンのこと、あまさん、何だよ、もう嫌いだよ、なんか今日嫌になる、もう全部が嫌になる、今日、たま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 た、いくら女も男もメラスは、ごめんって、別にいいけど。なんかネタでもさあ、そうかそうか、ネタでもなんか泣きたくなってきちゃう。それ1ヶ月前のヌメモンだな、それ。またコメント欄でコノヤかわいそうって。かわいそう、コノヤかわいそう、ヌメモン後から入ってきたのにいじめてて草、調子乗りすぎ。コノヤいじったらコメ欄荒れる風習できるぞ、これ。コノヤそうなっちゃうからさ、みんな仲良くできなくなっちゃうから。まあいいや、いいやだよ、いいやにしとかないと。でもこんなことはなかったぞ。お前、お出すな。ちょっとはメンタル強いよ。俺、メンヘラなのか。ちょっと俺、世界で一番すごいトリックショット決めたいんだよ。いたか。うわー、タモさん上がってきてください、俺のとこ。来て、登って、登って、タモさん、現地から。なんでボットが最後まで生き残ってんだ。いく、俺死ぬわ、これ。これ無理無理、俺無理無理。俺は死んでもいい。決めるんだ、俺はスナイパーを。死ぬ覚悟でよ、俺。もうやだ、もうやだ。タモさん、助けて、助けて、助けて。死にたい、死にたい。助けて。涙出てきた、涙出てきた。涙出てきた。誰の方がやばい。でもこれ、コネアのこと起こしたらヌメも死にますね。あ、本当だ。ノーリアクション。最近 TV の最近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 ショット、全然最近ショットじゃねえ。ああ、もう2万ねえ、ねえ、あちょー、今の勢いで当たってほしかった。勢いが大事なんだよ、やっぱり。えお前、え
大丈夫かそれは、大丈夫かそれは。いやー曲がったの、なんか、うん、微妙なんすけど、まあ一応これからの。おお、さすがに今のじゃないよな、さすがにこんなんじゃねえよな。うぅぅぅぅ、微妙ですよね。良くない、普通に良くない。まあまあ、まあ、こんな感じか。前回すごすぎてな。まあでも思ったよりは良かったかな。もうちょっとめちゃくちゃに視点を動かしてね、やったらもう泣いたのも帳消しになったんだけど。